今回はコメントにですね、はい、30ヤード以内のアプローチで体重移動はすべきですか、左足体重では NG ですか、体重移動が必要なのであればなぜ必要ですかっていうコメントがあったんですけれども、はい、こちらについて谷コーチにお聞きしたいんですがいかがでしょうか。そうですね、基本的にゴルフのその、スイングにおいて僕はどちらかというと体重移動っていうのは推奨している派なんですね。で、体重移動って言っても、バックスイングの時にすごいこう右に乗せましょう、それで乗せた分はそれを左に行かせましょうっていうほどではなくて、バックスイングの時は極力体重の移動はしない、いわゆる頭がキープされた状態で、バックスイングを上がっていく。で、ダウンスイングの時に左に体重をちょっと乗せながら回転させて打っていきましょうねっていう感じなんですけれども、なぜその、ショットにおいてもアプローチにおいてもちょっと体重移動した方がいいかというところに入っていくんですが、どちらかというとこのダウンスイングのこのハーフウェイダウン、これもアプローチにもそうなんですけど、ハーフウェイダウンに入ってきたところから少しずつ体ってちょっとこう厳密に言うと少し戻ろうとする動きになっていくんですね。で、これが例えば体重移動そのまま全く例えばしない状態でバックスイング上げて全くしない状態でダウンスイングをしていくと、少しこう体が体重移動していか左に移動していかないとこう戻るような感じになりすぎちゃって、どうしてもこう球をこう持ち上げるような球を上げていくような感じ、なんかこうしゃくっていくような感じになっていくので、体重の配分というのはどちらかというと左に移動していった方が僕はいいかなというふうによくお勧めはしています。ただそうは言っても当然アプローチでも何個かこう球種があるわけですよね。例えばすごい転がしたいランニングアプローチ、それからノーマルなねショットのピッチエンドラン、それから球をふっとちょっと上げたいピッチショットの大きく分けて、この3種類が基本的にはアプローチの種類になってくるんですけれども、また別で、ちょっとロブショット的な感じ、フォルダーっていうかそういうのもあるわけですよね。で、またこのロブショット的になると若干こう重心の移動を左にすごい乗せていきましょうっていうのは意外とそんなに少ないのかなっていう感じだ。これは少し特別なフォルダーなので、ここに関してはそんなに移動をさせない感じっていうのが正直あるかなと。で、ただ他の3つに関しては体の動きっていうのは基本的には僕はあんまりこう体重の移動っていうのは分けたりはあんまりしないです。じゃあどこで、その球種3種類の球種が変わってくるかというと、ピッチエンドランの場合はボールが通常のね真ん中よりもちょっとボールがちょっと左目にこうある感じですよね。だからクラブヘッドがちょうどかかとの真ん中ぐらいになっている感覚で、そうするとボールはおのずとちょっと真ん中よりは左にありますよと。これが普通のピッチエンドランですよね。で、ランニングになるとボールを半個ぐらい、ちょっと右に置いてくると。で、結局手元の位置は変わらないのでピッチエンドラインよりもボールが右に行く分だけクラブがこうちょっとこうハンドファーストになってくる感じになりますよね。で、そうすると当たり前ですがロフトの面もアドレスしたところよりもピッチエンドライン右に置く分だけこうロフトがこう立ってくるわけですよね。で、その分転がりが良くなっていくと。そして、あとピッチショットはピッチエンドラインのショットよりもボールを半個ぐらい左に今度は置くと。そうすると手の位置は同じように変わらないのでクラブが少しこうハンドレートの形になって、ロフト面っていうのは今度は逆にボールを左に置く分だけロフトがちょっと上に向くと。で、その分で、ボールは上がっていきますよっていう感じのイメージになるわけです。で、じゃあ重心はどうかというとアドレスした時に例えばピッチエンドランは真ん中にいてそこからちょびっとこう左に移動していくような感じを持ってインパクトをしていく。で、ランニングの時も気持ちいいボールを半個ぐらい右に置いてそこから同じようにちょっと左に移動していくような感じで打っていくと。つまりピッチエンドランもランニングも体重移動は左に乗っていく感じになります。ピッチショットはボールを左に置いてるからつって別に戻すわけではなく、これは自分でね上げることは体で自分で上げることをせずに
どちらかというと重心は普通に左にちょっと移動していくような感じになってきますよと。ロブショットの時とかは重心の位置はほとんど変えずに打っていくような感じになります。だからロブショットの種類でいくと、まあ、ソフトロブって呼んでるけど、そこまでこうリスクのない、ロブショットの場合もそうだし、あとは、バンカーショットなんかもそうですよね。バンカーショットもそこまですごい左に、通常のバンカーショットだったら、まあ、乗せる必要もないのかなと。ただこうやって言うとまたちょっと語弊があるかもしれないんですけど、バンカーショットとかでも意外とね、こう球をね、皆さんこう上げようとして結構こう右に意外と残ってるって方結構多いんですよね。ですので基本的には振り終えた後にちょっとこう左足のね、膝とか股関節とかで少し受け止めてる感覚のイメージはあった方がイメージ的にはいいのかなっていう感じの流れですね。ちょっとごめんなさい、そこちょっと曖昧になっちゃうんですけど、本当に個々にやっぱちょっと違うので、なんとも言えないんですけど、基本的にはそういう体重の配分がベストかなと。その体重の配分は、まあ、基本的にはあんまりこう変えないように打っていくって感じなんですけど、実際問題少しこうクラブのね、ほどくこうキャスト、まあ、リリースとかこのキャストされるっていう動作に関しては、若干こうイメージが少し変わってくる。ピッチエンドランの時は基本的にはもうほとんど変えない。何を変えないかっていうと、この右手とシャフトのこの角度ですよね。この角度をあまりこう変えないように打っていきましょうと。でランニングの時も当然この角度があんまり変わらないように打っていきましょうと。ピッチショットの時は変えないように打つ感覚、つまり角度がランニングとかに比べるとそもそもここが鈍角になっているので、この角度をあんまり変えないような感じってなってくると、ちょっとこうコックの量的にも少しこう少なめ、コックをすごく使っていきましょうというよりはあんまりこう使わない感じで打った方が意外と簡単にポンと、まあ、上がっていくのかなというところですね。コメントいただいた、質問の答えになると、重心は基本的には僕は真ん中からちょっと左に移動していった方が、まあ、メリットが、まあ、多いよと。でメリットって何かっていうと、左に乗せていく感覚にしとかないと体が戻ろうとする動作になってしまうからっていうのがまず一つで、もう一つはボールに対してコンタクトしていくときにこう少しこうすくっちゃう感じにならないように、ちょっとボールに必ず当たって、それから、まあ、先のターフが取れるような感覚になるイメージ。そうするとボールに対してこう当たった時にこう乾いた音がするっていうか、こう音がやっぱこう変わってくるんですよね。だからそこら辺までのレベルまで、行きたいってことだったら、少し移動させる打ち方っていうのは、知っとかないと、なかなか難しいかなというふうに思いますので、まあ、そこら辺を、やってみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。